ありがとうございました。それでは続きまして、千葉大学竹内先生からご講演をお願いいたします。千葉大学の竹内でございますが、画面の共有とそれから私の声は聞こえておりますでしょうか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、了解いたしました。ただいまご紹介いただきました千葉大学の竹内でございます。それでは時間いただきまして、私どもの取り組みについてお話をさせていただきます。先ほど JSTN の中島さんから JSTN が参加されたプロジェクト試行とそれから本運用という話がございましたけれども、私どもはこの最初の JSTN の試行の時から、大学 としての参加ということで、加わらせていただいておりまして、でその後本運用というふうに移っていったところでございます。でオープンアクセスの問題というのは非常に重要で、これをどのように実現をしていくのかということになるわけです。で、これまでの流れとしては、著者そのもののさまざまな努力というか、その通常 その論文執筆とはひょっとしたら違うかもしれない努力をお願いをして、そしてオープンにしていくということが、特にグリーン OA の推進ということではあったわけですけれども、なかなかその理想通りにはそれが進んでいかないという現実の中で、なるべくその研究者に負担をかけない形でオープンアクセスを推進していくにはどうするのかという議論の中で、我々はこのコーラスに参加をするということをしてまいりました。で、私ども千葉大学は、2002年に基幹リポジトリのプロトタイプの開発を、スタートさせておりまして、これにつきましては日本で最初の取り組みであったというふうに今言えると思います。すでに18年が経っているわけでございますけれども、この流れの中で見ていきますと、かなり思考的なことをこの基幹リポジトリの上でやってきたというふうに言えるだろうというふうに思います。その一つがコーラスの参加ということになりますけれども、我々としてはやはりこれに参加したということの意義はやっぱり大きかったし、またこのプロジェクトへの参加、またその後の優勝での契約によって見えてきていることの大きさというのをかなり感じているところではあります。で、このようなその基幹リポジトリをベースとしたオープンアクセスの流れの中で考えていきますと、どうしても先ほども申し上げましたけれども、研究者によるセルフアーカイビングということが、前提となっているわけです。で、この場合にですね、いろいろな問題が出てくるということも分かってきております。で、オープンアクセス方針を我々としてはその2016年に採択をしておりますけれども、結局そのリポジトリに登録する場合にはですね、基本的には著者の許諾を取ってやるということがベースになってくるわけです。で、その時に大きな問題はその国際的な教授論文等がどんどん増えていくことにというような形になっていくと、千葉大の教員に OK をしていれば、じゃあ公開できるかということに決してなっていかないということがあるわけです。で、そのことが結果的にはそのリポジトリへの、論文への公開というのが、抑制するようなファクターになってしまっている面も実際にはあるなというのが、我々としては実感をしているところです。で、実際にじゃあこれがどれくらい伸びてきているのかということになるんですけれども、日本のリポジトリの多くもそうかもしれないという気はしているんですけれども、結果的には、いわゆる学内企業のプラットフォームとしての基幹リポジトリというのは非常に大きな成功を収めたというふうに言うことができると思いますが、いわゆるその商業誌等に、公開されている論文の別バージョンとしてのオープンアクセスバージョンを受け入れるそのプラットフォームとしての基幹リポジトリというのは必ずしも成功していないのかもしれないというふうに思います。
またCOVID-19 の問題が特に脚光を浴びせることになりましたけれども、プレプリントサーバーの、勢いというのは今日非常に大きいわけで、必ずしも基幹リポジトリがそのグリーン OA を実現していくための唯一のプラットフォームではなくなってきているということも、やはり我々は十分考えておかないといけないことだろうというふうに思います。もちろんその一方で、その起用の可能性を見直そうというような動きというのも実際にはありますので、全く起用のような媒体を否定しているわけではありませんし、そしてそれをホスティングしているその基幹リポジトリの役割というのは変質しているというふうにおそらく考えていくことが重要なんだろうというふうに思います。で、それからもう一つ我々として注目しておかないといけないのは、そのゴールド OA の割合というのはどんどん増えているということです。で、昨日別のセッションである大学のそのゴールド OA の状況についてご報告があったのを聞きましたけれども、例えばその大学などでは、ゴールド OA のためのコストというのが年間1億ぐらいかかっていると。いうような状況になっているわけです。で、この1億というようなコスト、私どもでも、2000万以上は現在払っていると思いますけれども、そのコストというのはなかなか可視化されないものであって、でなおかつそのオープンアクセスの推進ということと、この APC の問題というのは、とりわけその若手の研究者などにとっては大きい深刻な問題になってきているというふうに言わざるを得ないだろうというふうに思います。でオープンアクセスというのは基本的には、いわゆるジャーナルのサブスクリプションのコストということに対応する形で、脚光を浴びていったことであるにもかかわらず、ゴールド OA というのは別の財政的な問題を生んでいるという、皮肉な結果になっているのではないかというふうに考えているところです。で我々の課題としては、先ほど来ずっと申し上げてきたことを端的に申し上げてしまうと、そのグリーン OA、ゴールド OA、いずれもその何らかの負担が生じるという現状を考えたときに、これを乗り越える方法はあるだろうかという発想になるわけです。で、我々としては、そのコアのサービスを、コアラスのサービスを使うことによって、基幹リポジトリにメタデータを登録するということを、試みるということをずっと続けてきております。で、これについては、その基幹リポジトリの運用のポリシーとしていいのかという意見はもちろんあると思います。つまり、基幹リポジトリとして運用していく上、メタデータだけではダメだろうという考え方は当然あるわけで、これについては最後に申し上げたいというふうに考えております。で、研究者に負担をかけない業モデルを実証的に、実験的にやるということで、いろいろとやっているわけですけれども、情報を、コアのダッシュボードから我々が取得をして、で、それを加工をして、私どもの基幹リポジトリに、データを入れていくと。で、本文そのものについては、出版社サイトにある、OA バージョンへのリンクを貼っていくようなイメージになっています。実際にはこのようなダッシュボード、これ先ほどご紹介がありましたので簡単に飛ばしていきますけれども、がございまして、でそしてここでデータを得るという形になっていきます。でここでやっぱりコアにキーになっているのは、DOI と ORCID というそのドキュメントの ID と、それから著者の ID です。で、なかなかこれをですね、うまく扱って、いろんなものをやっていくっていうのが、まだ少なくとも私どもの大学の環境では、十分ではないなというところがあって、これは多分今後 のシステムというか、図書館の情報を提供する、つまり、いわゆる書誌情報を提供している環境の中で、この2つの ID をどのようにうまくハンドリングし、なおかつそれをうまく基盤的に使っていくかということがですね、大きな課題になるかなというふうに思っております。いずれにしても、その情報をベースとしてですね、リポジトリの中に今、書誌情報だけを、登録をするということをしています。で実際にはその DOI をベースに出版社サイト、そして、
研究者の ID をベースに科研のデータベース等々、そして新たに加わったものとして先ほど来ご紹介ございましたけれども、データセットへのリンクということも可能になっています。で、まあ、このような状況になってくると、そのリポジトリというのは、まあ、一機関の持っているごくごく小さな、まあ、データの置き場に過ぎないわけですけれども、まあ、これが、リポジトリがですね、ハーベスティングされることによって、まあ、情報としては、まあ、収集され、そしてそれが、まあ、非常に大きな、さまざまな検索環境の方に、まあ、情報として流れていくという流れはすでに出来上がっているわけであって、で、このリポジトリという非常に小さな取り組みであるとしても、コンテンツの置き場、あるいはコンテンツへのリンクを提供する場としては重要な役割があるということを、このコアのプロジェクト、コーラスのプロジェクト、あるいはその実際の運用に参加することによって、まあ、我々としては実感ができているというふうに言うことができます。で、これをどのように評価するかということなんですが、件数としてはこのようにずんずんどんどんと増えてきております。で、ただこの件数の中には、グリーン OA だけではなくてゴールド OA の、 論文も含まれております。で、まあ、コーラスのこの取り組みによって、まあ、出版社サイトでの、まあ、OA ということが可能になっていて、で、まあ、ショートタームでの OA の推進ということについては意義があるというふうに我々は考えております。で、先ほど申し上げましたように、我々としてはその経済的な負担、あるいはその業務的な負担ということなしに、まあ、OA をどう推進するかという観点からコーラスへの参加をしておりますけれども、しかしながらこのことは本当にロングタームにいいのかというのはやや別の考えを持っておりまして、これはあくまでも短期的な取り組みとしての意義だというふうに考えております。で、これは2つ目としては、研究者への負担というのも少ないということがある。また3つ目として、これは意外に大きいかもしれないというふうに思っているんですが、エンバーゴの管理というのが、我々がやらなくてもいいということです。つまり出版社サイトの方に、まあ、その機能というのは依存しているということになります。それからさっきもちょっと申し上げましたように、まあ、リポジトリへの登録の際にですね、必要となってくるその全ての著者の了解を取る、許諾を取るということについて、まあ、我々でもかなり大規模な国際研究が行われているものがあって、それだと協調者が100名を超えるというようなことがありますので、それらについてはもうほとんど許諾を取ること自体が不可能だと思いますから、まあ、それらの応援化っていうのは、まあ、おそらくこのコーラスのような方法じゃないと、まあ、道が狭まってしまうということがあるだろう。そしてさっきもちょっと言及しましたけれども、データセットの利用合いというのが我々にとって手に入るというのは非常に大きいと思っています。しかしながら現状の評価のネガティブな面を若干申し上げますと、まあ、カバー率は上がっているけれども、まだ研究助成機関の数が限られているので、まあ、今後加盟機関の増加を期待をしたいということ。それからもう一つは、そのリポジトリに登録する際のメタデータをどのように入手するかという問題が、残念ながらまだ我々でも完全には解決をしていない問題としてあって、でとりわけその日本語の氏名とかという問題、あるいは国内の別の ID を入力するというようなことを考えたときにはまだ問題になってくるということです。で、やはりですね、まだ残念ながら我々の業務がその PID、まあ、永続識別値によるリゾルブという方向性は意識はしているんですけれども、完全にこれには対応できるような形にはなっていないというところがあります。あと、それから先ほど中島さんのご報告にもありましたけれども、補足率をやっぱり上げていくということを、まあ、目指していこうとすると、そのためには、きちんとやっぱり論文の中にさまざまな ID があるということが前提になってくるということです。そのような、まあ、周知というのを、まあ、我々はURL 室に、まあ、情報提供することによってお願いをするといったようなことをしております。また今後どのようにデータセットを活用していくのか、そして、まあ、機関リポジトリというのは本当にこの書誌情報だけは使う、メタデータだけは使うという位置づけでいいのかということについては、やはり大きな問題意識を持っております。で、とりわけですね、とりわけですね、ごめんなさい。
コンテンツをどうするのかということが大きいと思います。で、これは昨年の11月に公表されているエリゼビアと、それからフランスのクープランというコンソーシアムとの、ナショナルサイトライセンスの情報なんですけれども、その際に、そのリポジトリの開発地点でも合意をしているというようなことが書かれております。で、この内容が一体何を意味しているのかということについては、若干正確にはわからないんですけれども、ひょっとしたらこのことは、エルゼビアという出版社からですね、著者最終稿をリポジトリに自動的に登録するといったような、考え方が出ているのではないかというような、ことが考えられるわけでございまして、これはもちろんコーラスの役目ではないわけですけれども、コーラスを通じて、その出版社サイトにおける OA ということと、それからリポジトリの発展ということが、ひょっとしたらうまくリンクしていく可能性というのはあるのではないかというふうに考えておりますし、このことについては、我々としてはさらに引き続き、働きかけを続けていきたいことの一つというふうに考えているところでございます。はい、ということで、すいません、ちょっと時間を見ながら、うまく話せなくて、ひょっとしたら時間をすごくオーバーしてるんじゃないかという気がしているんですけれども、以上で終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、竹内先生、どうもありがとうございました。千葉大学における長い経験に基づいたですね、いろいろな課題の提案、ご提示などをいただいたと思います。いくつか質問をいただいてますので、私の方で読み上げます。非常に安価というお話がありましたけれども、一方で日本の大学での導入はあまり進んでいないというふうに見受けておりますけれども、価格以外の障壁にどんなものがあるとお考えでしょうかというご質問でございます。よろしくお願いします。はい、これは、あくまでも推測ですけれども、オープンアクセスに対する考え方なのではないかというふうに思っております。で、日本の場合には、このオープンアクセスの長い、私ども2002年からやっておりますけど、この長い長い時間の変化の中で、やっぱりグリーン OA に対するこだわり、それからやはり OA という考え方自体がどちらかというと、アンチ出版社という考え方で、当初進んできたということが、やはり影響している可能性があるのではないかというふうに考えています。ですから、やっぱり OA を実現していく際には、これは通常のこれまでの出版社とは切り離された形でオープンアクセスというのは実現すべきだという考え方が強いのではないか。で、もうこの、コーラスの形というのは、出版社と、言ってみれば、協力関係を持つことによって OA の実現を図るという考え方ですので、それに対する抵抗感っていうのがひょっとしたらあるのではないかというふうに私は推測しております。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。次の質問でございます。リポジトリデータベースにおける DOI の付与というのは現在どのくらい進んでいるのでしょうかというご質問でございます。いかがでしょう。はい、私どもの取り組みということで申し上げれば、私どものリポジトリのかなりの大きな部分を占めております、植物標本のデータがあるんですけれども、これにつきましては、2019年に、DOI をすべて付与いたしました。で、この DOI は、クロスリフの DOI ではなくて、JALC の DOI でございます。いずれにしても、DOI をきちんと振っておくということで、今後データの利用の可能性は高まるというふうに考えております。で、日本全国でどれくらいかっていうことについては申し訳ありませんが、残念ながら、ちょっとその辺の詳細のデータは私は持ち合わせておりません。よはい、あろしいりでがとうしょうございまか。した。もう一件おはい、願どういいたぞ。します。はい。オーキッド ID の取得の促進についてですけれども、どのような取り組みをなさっているのか教えていただきたいというご質問でございます。はい、これにつきましては、私どもでは今オフィシャルには実はアクションを起こしておりません。と申しますのも、著者の ID は大変に厄介な問題だというふうに考えておりまして、つまりこれは国内でも様々な ID が存在をしている状況なわけです。で、大学のオフィシャルな立場として、例えばすでに様々存在する科研の研究者番号でありますとか、様々なものがあるわけですけれども、
それだと協調できない形でのオーキッド ID を独自に大学としてオフィシャルに導入するということが妥当なのかどうかということについて、やはり相当きちんと考えないといけないだろうというふうに思っております。で、まあ、できうることならというあくまでも個人的な希望なんですけれども、国内全体で、使われているような、つまり日本の研究者であれば当然持っているべき ID というものと、それからオーキッド ID が各大学の努力ではなくて、国全体の方針としてうまくその統合するというと変ですけれども、強調できるような環境というのをうまく作っていただくということは可能かということを常日頃から考えているところです。よろしいでしょうか。なるほど、はい、どうもありがとうございました。ご質問以上でございます。竹内先生、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。